でもあの正直な話、石川さんの、はい、立ち上がり見たときはどうなるのかなっていう感じもありましたけどね。まあですね、真っ直ぐの勢いは良、ね、かったんですけどね、変化球のコントロールっていうのがね、はい、定まってなくての1点目だったの で、 そうです、ね、まあ、でもそ れ、 を、ね、それ以降ね、はい、なんとか、ね、うまくしのいでいきましたよね、うん、そうですね。さあこれからヒーローの名前がここヤフージャパンドームコールされます。赤瀬選手早くもニコニコですね。まずは7勝目のセッツです。そして23個の0にストップ、24イニングスぶりの得点を叩き出した赤瀬、投打のヒーローのインタビューをこれからお聞きいただきましょう。放送席、そしてヤフードームのファンの皆さん、見事7勝目を挙げました摂津投手に伺います。7勝目おめでとうございます。ありがとうございます。11日間相手のマウンドだったんですが、いかがでしたか？そうですね、やっぱり、ね、最初バタバタしてしまったんで、まあ、そこら辺ですね、はい。あのしばらく間隔が空いたというのはご自身の中では何か今までと違うところもあったりしたんですか？そうですね、自分では感じてなかったですけどね、最初ああいう入りになってしまったんで、そういうのが、ね、あったのかもしれません、はい。しかし2回以降はこれぞ摂津さんというピッチングだったんじゃないですか？そうですね、最初は、ね、球数が多くてね、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、なんとかまとめることができたんで、ね、良かったです。特に5回から8回が4イニングパーフェクトでしたよ。いや、もうたまたまです、はい、それは、はい。あの初回バタついたとおっしゃいましたが、どのあたりで今日ご自身の中では修正をかけてうまくいっていったんですか？そうですね、スライダーがちょっとね、うまくコントロールできてなかったんで、それが中盤以降ね、こうできたので、良かったと思います。摂津さんが勝つというのはチームにとっても本当に大きな意味があると思いますし、摂津さん自身もこの7勝目というのもまた今までと違うと思うんですが、いかがですか？そうですね、抑えてね、こうなんていうんですかね、チームが勝って本当に、いいことだと思いますし、またね、次頑張れると思います。ますます摂津さんのピッチング、ファンは期待してますよ。そうですね、本当にね、たくさんの応援していただいたんで、その期待にね、応えられるようにまた次も頑張りたいと思います。ナイスピッチングでした。おめでとうございました。ありがとうございました。7勝を挙げました摂津投手に伺いました。続いて打のヒーローです。5回に見事逆転タイムリーの赤瀬選手です。あのチームにとっても赤瀬さんにとっても本当に素晴らしいヒットになりましたね。そうですね、本当当たりは良くなかったんですけど、ヒットになって良かったです。あの打席は確かよく粘りましたよね。打席の中ではどういうことを考えながらのバッティングだったんですか？そうですね、本当瀬津さんが1点でね、粘ってくれてたんでね、何度か、ね、点数を入れてやろうと思って打席になってました。交流戦が終わってから復帰されましたけども、この間の日本ハム戦でもいいところで打ちました。今日もいいところでしたね。そうですね、本当、まあ、チャンスで打てるようにね、一生懸命頑張ってるんでね、打てて本当良かったです。あの昨日4本ヒット打ちましたが、最後のチャンスは惜しかったですけども、その悔しい思いというのは今日の中ではあったんですか？そうですね、昨日も本当サヨナラ場面でね、三振してるんで、今日はチャンスの場面でね、まあ、バットに当てれば、まあ、なんかあると思ってね、バットに当てることだけをね、考えて打席に立ってました。あのチームがここに試合無得点だったじゃないですか。そういう意識というのはバッターの中ではどういうふうにあったんですか？いや、本当ピッチャーが良かったらね、やっぱ点数はまあ入らないのが野球なんでね、まあ、その中で、まあ、ランナーが出たらとかチャンスはね、ものにしていきたいんで、はい。本当にセミではそのチャンスをものにする見事ないい打席になりましたね。そうですね、はい。さあこれでまた勝ちが一つ増えて早く5割というの、そして貯金も続けていきたいチームの願いだと思いますが。そうですね、本当まずは借金を返すことを考えてね、
まあ、借金返してからは本当1試合でも多く、ね、勝てるようにこれからも頑張っていくんで、はい、またいいバッティング見せてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。赤石選手に伺いました。先発して7勝目をマークしました摂津、そしてその摂津に勝利を呼び込む逆転の2点タイムリーツーベースを放った赤石、投打のヒーローのインタビューをお届けしました。まあ、瀬戸選手にしろ明石投手にしても、まあ、言ってみればね、本人たちにとっては嫌な流れをと断ち切るようなね、まあ、打線もゼロが続いていたし、瀬戸投手も交流戦良くなかったですけども。